先端技術への政府補助金世界比較したら日本は〇〇でびっくり。おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回は先端技術への政府補助金世界比較したら日本は〇〇でびっくりをまとめました。1はじめに2分24秒部分で重要なお知らせを入れていますのでよろしくお願いします。では早速始めます。2概要1予定。政府は重要先端技術グリーン成長戦略分野へ政府補助金を出す予定です。政府補助金の概要表です。拠出向け拠出先拠出金額。先端半導体ラピダス、ソニー、東芝等1兆円。グリーン成長戦略 ENEOS、JXTG エネルギー、INPEX 等20兆円。2先端半導体補助金決定分。企業名金額補助金決定時期。ラピダス100億円2023年7月20日。スムコ50億円2023年7月20日。キオクシア30億円2023年7月20日。3EV 関連での補助金決定分。対象企業認定日補助金額投資規模供給開始生産能力。ホンダ GS ユアサ2023年4月28日1587億円4341億円2027年4月20ギガワットアワー。パナソニックエナジー2023年4月28日46億円92億円。トヨタ自動車2023年6月16日1178億円3300億円2026年10月25ギガワットアワー。これだけではタイミング規模目標値が妥当なのか分かりませんので予内容にて詳しく説明します。3重要なお知らせ。お疲れ様でした。まずはテーマに関する最新情報を説明しました。ではまとめを先に言います。1重要先端技術グリーン成長戦略分野等への政府補助金支出は世界の常識となっている。普通日本は大枠を決めるのに世界から1年以上遅れている。3やっと決まった補助金の少ないケースは目標値が曖昧。4補助金の多いケースは目標値が低すぎる。5目標値に関しては最初の政府設定目標がすごく曖昧であることからの結果。続いて比較表等を示しながら説明していきますのでどうぞ最後までご視聴願います。予内容1半導体関連政府補助金世界比較。国補助金額補助金開始年月投資目標値投資重点項目備考。米国520億ドル2021年半導体製造拠点の整備や研究開発の支援などを実施。半導体産業のサプライチェーンの強化。中国1兆ドル2020年2025年までに半導体自給率を 70% まで引き上げる。台湾2兆ドル2021年5年2兆ドル投資計画。韓国4兆ドル2021年2030年までに半導体の生産能力を現在の5倍に拡大し、世界シェアを 30% まで引き上げる。EU 550億ドル2022年2030年までに半導体の自給率を 20% まで引き上げる。半導体産業のサプライチェーンの強化。日本340億ドル2022年2030年までに半導体製造装置の国内シェアを 30% まで引き上げる。自給率世界シェアパーセントという具体的目標設定が必要。日本について1補助開始が遅い、2金額が少ない、3目標値が半導体の数量でなく真の目標値でない。 2EV 車 EV 用リチウム電池への政府補助金世界比較。
国補助開始年月補助金額投資目標値投資重点項目。米国2021年1兆ドル、2025年までに EV 用のリチウム電池の製造・研究開発の支援などを実施。EV 用リチウム電池の製造拠点の整備や研究開発の支援に重点。中国2021年、2025年までに EV の販売台数を2000万台まで引き上げる。EV 電池は3倍、世界シェア 60% EV 用リチウム電池の製造能力の拡大に重点。台湾2021年、すでに有数の EV 用リチウム電池メーカー CATL やパナソニックなどがある。既存の EV 用リチウム電池メーカーの支援に重点。韓国2021年100億ドル、2030年までに EV の販売台数を100万台まで引き上げる。EV 電池は10倍、世界シェア 50% EV 用リチウム電池の製造能力の拡大に重点。EU 2020年110億ドル、2030年までに、EV の販売台数比率を 30% まで引き上げる研究開発と製造拠点の整備の両方に重点。日本2022年300億ドル、2030年までに EV の販売台数を550万台まで引き上げる。 EV 電池は世界シェア 10% EV 用リチウム電池の製造・研究開発の支援に重点。日本について1補助開始が遅い、2補助金額が多い割には目標値が低すぎる。30歳の補助金は2023年10月現在20億ドルとペースも遅いに概要参参照方。4補助金額はまあまあなのに政府の全体目標値が低すぎる。5まとめ、重要先端技術グリーン成長戦略分野等への政府補助金支出は世界の常識となっている。世界に負けないためにはいかに早く瞬く間な投資により結果を出していくかである。石橋を叩いて渡るのではなく、いかに早急に決めることができるように決定方法の効率化スピード化することである。聞く力があるだけではダメです。実行することが政治です。必要なことを察知し説明責任を果たしながらスピーディーに進めることが政治です。あらゆる意見を聞いていたら利権団体旧態依然とする官僚組織の餌食になります。今が時代の変換点であることを認識していますか？これを視聴した人には上記状況をデータに基づいて把握していただいたと思います。各人が各人の立ち位置でできることを実行しましょう。先端技術グリーン分野に携わっている人は日本を背負っているという自覚を持ってください。直接携わっていない人々は支援応援をしましょう。この日本の未来を創造するチャンスを失わないでください。6最後に、当チャンネルはより良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております。日本の未来創造とはウィンウィンで進めますので、世界の未来も当然明るいです。取り上げるべき、取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたらコメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたらチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。